こんにちは、のり太郎です。今回はアンティークコインを相場で買う方法をご紹介したいと思います。以前私の過去動画でヘリテージオークションに参加してみたという動画を2本アップさせていただきましたが、前回の動画では落札と購入までいかなかったのですが、今回はしっかりと落札してから支払いで届くまでの期間などの情報も加えて、一連の動画を1本の動画でまとめましたので、ヘリテージオークションで相場価格でコインを購入する購入マニュアルとして見ていただければと思います。私はコイン投資初心者ですが、コイン投資をしている中で大切だと思ったことについて発信しております。今回はコイン投資で絶対に失敗したくない人必見の動画となります。どういうことかと言いますと、まずアンティークコインの価格がオークションの相場で決まっているということは、以前私の過去動画の相場の調べ方でもお話ししておりますが、その相場を決めている世界的なオークションで購入すれば、そもそも相場で購入できるわけです。今回は世界的なオークションサイトのヘリテージオークションで、コインを購入する方法を購入マニュアルという形で動画にまとめました。ただし相場で買うといってもオークションなので、事前の下調べをしていかないととんでもない価格で落札してしまうことになります。あくまでも下調べは重要になってきます。なので今回はオークションに出品されているコインの相場を調べる調べ方についてもご紹介します。それでは今回のお話の流れはこのようになります。1、事前入札で購入したいコインを選ぶ。2、本番のライブオークション。3、落札金額とそれ以外の費用ということで、まず1つ目の事前入札で購入したいコインを選ぶからお話ししたいと思います。まずヘリテージオークションのサイトに入ります。スマートフォンであれば、これですね、アプリストアで無料でダウンロードできますので、ヘリテージオークションズと検索するとこのようなアプリが、見つかります。アプリの場合はパソコン版と比較するとできることが少ないですし、簡素化されてますが、操作性がよく、英語が苦手な方も、一旦覚えてしまえば簡単かと思いますし、特にライブオークションは時間が、若干いつ、自分のロットになるか読みづらいので、携帯の参加の方が、パソコンの前でこう縛られなくて済むので有利かと思います。今回はこのアプリを使ってご説明します。まずアプリを使って入札するためには会員登録が必要になります。なのでまずこのアプリを起動して、このディスミスというところを押します。そして、サインインというところを押すと、会員情報をまず入力することができます。で、一度入力すると、その後は指紋認証でサインインできるようになりますので、便利です。で、会員登録しないと、詳しい下調べや入札などもできないので、会員登録は必須となります。また、オークションに参加するためにはカード情報ですね、支払いのカード情報の登録が必須となりますので、英語ですがそんなに難しいことはないので頑張って、登録しましょう。それでは、本登録が終了しましたら早速買いたいコインを、探したいと思います。どんなコインを買うかは自己責任ですし、完全に個人の判断ですが、売りやすいコインというのは買う時に買いにくいコインになります。買いにくいコインとはズバリ値段が高いかライバルが多いコインということになります。まず値段が高いコインの見方を実際にやってみましょう。こちらですね、ヘリテージオークション、いろいろなオークションが入ってますが、今回はこのワールド&アンシエントコインズというところ入ってみます。そうするといろいろなコインが、出てきます。でこのソートという部分をクリックします。そして、プライスハイエストファーストというところを選びます。ポチッと押すと、事前入札で、価格が高い順に表示されます。これが高い順にこう表示されるやり方ですね。で金額で並べたら、買いにくい要素の次2つ目ですね、ライバルが多いコインの見方について見ていきましょう。こちらが、そのコインになりますが、このトラッカーズというところとビッターズというところの数字を見ます。でこのトラッカーズというのが日本のインターネットの、販売サイトともよくあるお気に入りのところになります。そしてビッターズというのが、現在の事前入札が何回されたかという回数です。でここで見ると上の方の銀貨のアテナのテトラドラクマという銀貨はトラッカーズが93でビッターズが20です。つまり93人がお気に入りに入れており、20回事前入札がされたということです。で下の、シリシアのマザエウス銀貨というものはトラッカーズが35でビッターズが70ということで、こちらもそこそこ人気があるんですが、アテナのテトラドラクマの方が人気が高いということになります。このトラッカーズとビッターズが多いものが注目されているコインというわけです。こういう人気のコインは値上がりしやすいですし、売る時にも欲しい人が多いわけなので売れ残るリスクは少なくなるわけです。こういうコインが買いにくいコインということになります。そしてその他に見ておかないといけないところがこのコインのグレードと順位です。つまりそのグレードが最高鑑定なのかということが重要になってきます。モダンコインの場合は70グレードというのが最高グレードになりますが、アンティークコインや古代コインはそもそも70グレードというのが存在しないものがほとんどです。なので一見グレードが少し低くても最高鑑定の場合があります。それではこのコインを例に見ていきたいと思います。このコインは西暦324年から328年のローマ皇帝のコンスタンティヌス1世のお母さんですねのヘレナ皇后のコインで、ちなみにこのヘレナ皇后というのがキリスト教の布教に大きな貢献をしたため、これウィキペディアですがセントヘレナと呼ばれており、キリスト教の聖人として崇められています。でコイン投資をされている方はよくご存知かもしれませんが、イギリスの植民地でセントヘレナ島というのがあるんですが、そのセントヘレナ島の名前の由来になった人物でもあります。話が外れてしまいましたが、このようにアンティークコインは歴史の生き証人として何千年にもわたって残り続けるわけです。このコインのグレードは古代コインの MS グレードとなっており、通常のアンティークコインのグレードでは60グレードとか62グレード相当の未使用のグレードということになります。そしてストライクというところが5分の5、サーフィスが5分の3となっております。この辺りのグレードの見方がわからない方は、私の過去動画で鑑定済みのコインの読み方という動画を上げておりますので、そちらをご覧ください。そしてこちらのグレードごとの現存枚数を見たいときは、こちらのコインの情報を見てですね、下の方にスライドさせていくと、ビュー、プライシング、ポピュレーションガイズというボタンがありますので、ここを押すと NTC と PCGS のグレードごとの鑑定枚数を見ることができます。そしてこのコインは、このようにオールグレイズというのが全鑑定枚数で66枚しかない中で、このグレードディスグレードですねが20枚あって、これよりも高いグレード、ハイヤーグレーズというのが0枚ということなので、このコインのトップグレードのものになります。このように安くて人気がそれほどないものでもたまにトップグレードのものがあるので、トップグレードであれば売る時にこのコインのトップグレードであるというのがセールスポイントになりますので、トップグレードであるというのも売りやすいコインを選ぶ際のポイントとなります。そして次にコインを選んだところでいくらまでビットできるかの相場を調べるというところに入ってみたいと思います。相場の見方はまず最初のこのホーム画面から過去の履歴パストセールプライシーズっていうのを選んで、キーワードにこのコインのキーワードを入れます。で、虫眼鏡ボタンをポチッと押すと、そのコインの過去の落札額を見ることができますので、今回のコインはこの検索ではグレーディングされていないものばかりしか出てこなかったんですが、一番高いものが440ドルぐらいですね。440ドルぐらいなので、これぐらいかもう少し高いくらいが相場なのかなということが分かります。という形でライブオークションまでに買いたいコインを見つけて相場を調べておきます。これを怠ると落札できたは良いが相場よりだいぶ高く買ってしまうことになりかねないので注意が必要です。そしてお気に入りのコインが見つかったらこのようにですね、トラックアイテムというボタン、左下にありますね。これを押すとライブオークションの前にも、ライブオークション中にもすぐにそのロットを探せるので、欲しいコインは片っ端からトラックすると良いと思います。このトラックというのが先ほどの人気の指標であるトラッカーズになります。そしていよいよライブオークション当日のお話をしたいと思います。で、2番目、本番のライブオークションということで、オークションはいろいろあるので、自分が買いたいコインのオークションがいつ開催されるかを事前に見ておくと良いと思います。で、オークションごとに開催日が書いてありまして、当日のライブオークションが始まると、このように日にちの部分が赤くなります。それでは早速そこに入ってみましょう。ライブオークションに入るとこのような画面になっているので、このサインインというところを押してサインインします。これをしないとオークションに参加することができません。そしてこの画面の左下の部分にあるこの画面がライブオークションの画面で、今はこの写真のロットナンバー65036というもののライブオークションが行われているということになります。そしてこの右側の、先ほどサインインのボタンだったところがこの灰色のボタンになっています。これは間違えてボタンを押してしまわないようにロックがかかっている状態で、一番右下の Enable Live Bidding というボタンを押すと、このようにボタンの色が変わり、ビットとカットビットというボタンが現れます。この画面の場合は、ライブオークションのオークション価格が今170ドルで、ビットボタンを押すと次に180ドルで自分が入札することができます。そしてこのカットビットというボタンで入札すると、さっきよりちょっと低い175ドルで入札することができるため、高くなりすぎないで入札することができます。ただしこのカットビットっていうのは1つのロットごとに1回しか使えないので、例えば価格が自分の設定金額よりも上回ってしまったような場合に最後の一押しに使うと良いかと思います。そして自分の欲しいコインのロットが何番目かを調べるためには、この右上のマイロッツというタブをクリックします。すると自分が事前にトラックですね、先ほどトラックを押してお気に入りしていたロットだけが抽出されており、そこでロットを確認することができます。そしてライブオークションの前にもここで事前入札することもできます。事前入札をしておくと今の他の人の最高入札金額というのが分かるので、欲しいコインは事前入札しておくのがいいかと思います。欲しいコインの写真の部分をクリックするとこのような画面になります。そしてこのビットナウというところで今の金額よりも少し高い金額というのを打つと、まず大体はこのようにアウトビットと You have been outbid という表示が出ます。これはその価格よりさらに高く事前入札している人がいるということになります。そして何回かこう高い金額を入れて繰り返すと、このように「コングラチュレーション」というメッセージが出てきますので、ここが今の価格ということになります。また、その金額に加えてこの下にあるビットプロテクションというところではライブオークションで自分より高額な金額で入札された時に自動でさらに追加ビットしてくれるという機能です。この1インクリースメントというのが先ほどのライブオークションで自分の金額より上回る相手がパッと出てきた時にすかさず1ビットを追加してくれるという機能です。あらかじめ予算の上限が決まっている方はここでそこまでの金額を、入れておけばライブオークションの時に自動で勝つこともできるかもしれません。またライブオークションはものにもよりますがだいたい1ロット30秒ぐらいで終わるので、今のロットからの順番で、何番目に始まるかなというのを、簡単に計算するのには、0.5 分をかけると自分のロットがあとどれぐらいで順番が来るかが、大体はわかるかなと思います。そしていよいよ私のロットの番になりましたということで、私も事前入札しておりましたが、やはりリアルタイムでそれより高く入札されていたので、ビットとかハーフビットを駆使して$440のところで、一番下ですね、フェアウォーニングと5秒間カウントされてもそれより高い落札額の人が出てこなかったので、You are winning at $440と来ましたので、$440で落札することができました。この結果がこれですね。 Your max bid、 つまり私の、落札額が最高額となっており、入札がクローズドとなっております。ということで最後の3番目ですね、落札金額とそれ以外の費用がどうだったかというところで、気になるそれ以外の価格はこのようになります。で落札価格が$440でしたね。で手数料というのが全て 20% かかってきます。でその他に送料、手数料、保険とかも含むと書いてあるんですけど、が$69.13で、カードで支払う場合はカードの手数料が 2.5% かかってきます。で合計が$612.06で、その時の為替レート 110.766 円で、日本円で換算すると67,795円ということになります。でその他に到着時ですね、消費税がかかってきます。で消費税が4500円と地方消費税というのが1500円で、特別手数料というのが1000円かかり、だいたい 10% かかって最終価格が74,495円かかりました。ということで最終の金額は落札の$440はだいたい110円のレートで換算すると48,400円になるんですが、それのだいたい 1.54 倍した金額になりました。この送料手数料ですね、先ほど、かかった$69.13というのは、落札金額が変わってもそんなに変わらないのかなと思いますので、落札額のだいたい 1.5 倍、総額でですね 1.5 倍ぐらいかかると思っておけば大丈夫なのではないかと思います。また要した日数は落札してお金を支払ってからおよそ2週間で届きました。ということで今回はヘリテージオークションで相場でコインを買う方法についてまとめてみました。まとめますと、1つ目の事前入札で購入したコインを選ぶというところでは、ここではどんなコインを選べばいいのかというお話をしました。で、事前にコインの相場を調べる調べ方についてもお話ししました。で、2番目のライブオークションというところでは、ライブオークションの際の入札の仕方についてお話ししました。で、3の落札金額とそれ以外の費用というところでは、落札金額のおよそ 1.5 倍ちょっとの金額が最終的にかかっており、およそ2週間で手元に届くというお話をしました。ということで、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。